本拠地アストロズ戦に3番指名打者で先発出場。アストロズ 5-4 エンゼルス、日本時間11日アナハイム。エンゼルスの大谷翔平投手は10日、日本時間11日、本拠地アストロズ戦に3番指名打者で先発出場し、9回の第4打席で8試合ぶり8号2ランを放った。この日は4打数1安打2打点で打率は .293 に。最終回に1点差まで迫ったが及ばず、チームは4対5で2連敗となった。登板翌日にアーチを描いた。初回の第1打席は空振り三振、第2打席は中飛に倒れた。第3打席も変化球にタイミングが合わず空振り三振を喫していたが、9回無視1塁の第4打席で守護神プレスリーの低めカーブに対応し、豪快な8号2ランを放った。5月初アーチで1点差に迫り、本拠地は大熱狂に包まれたが、反撃はそこまでだった。前日9日、同10日の同カードでは、投打二刀流で出場。2回にベーブ・ルース氏を超えるメジャー通算502個目の三振を奪い、100本塁打以上放った選手の歴代最多奪三振記録でトップに立ったが、7回3失点で今季初黒星を喫していた。新しい解説。5月になってようやくの一発。WBC のような低い球をうまく打った技の一打でしたね。WBC からの疲れが間違いなく出ているようでしたからチームは負けましたがこの一発は大谷選手もスッキリしたのでは。ただ前日登板し二刀流の翌日はそろそろベンチにも入らずに調整の意味で休めば良いのでしょうね。それでも試合に出るのが何よりのモチベーションなのが大谷選手。今シーズンはまだですが昨シーズンまでだと1本出ると翌日の試合にもまた一発が出るのでぜひ期待したいですね。やっぱり朝から見る一発はぐっと上がります。新しい解説。8試合ぶりの8号ホームランおめでとうございます。試合は惜しくも1点差で敗れましたが、土壇場での見事な2ランホームランでした。大谷翔平選手が放った8号2ランホームラン。4球目のカーブを振り抜いた右中間スタンドへのホームラン。打った瞬間、ホームランだとわかる会心の一発。素晴らしいバッティングでした。この調子でホームランを量産してほしいです。あさってからのガーディアンズ戦も頑張ってください。応援しています。新しい解説。あの縦に落ちる球を拾って右中間スタンドまで運べるのはさすが大谷というしかない。大谷の描く放物線は美しい。それにしても、アストロズは出てくるピッチャーがみんなコントロールが良くて冷静。ここがエンゼルスとの差だと思った。9回の裏、ノーアウト 1.2 塁でネビン監督は相変わらずの無策。バッターもセカンド方向への意識なく三振。三塁前にセーフティバンとしても面白かった。今日は勝てる試合だった。新しい解説。あと1本ヒットがあれば同点だっただけに惜しい。まあでもアストロズ戦では中継ぎ以降が崩壊せず無失点で抑えてるのは好材料かな。ムーア・エステベス、若干落ちるがデベンスキ、あと一人いいピッチャーが欲しいね。新しい解説。結果的には4回の失点数が多かった。キャニングは我慢して育てないとシーズン後半は乗り切れない。我慢できずに早めに見切った結果的、最小角のハーゲットが打たれてしまった。意図がわからないがベンチワークが場渡り的になりすぎではないだろうか。大谷8号は良かったが、それがなければ全く得るものない敗戦だった。昨日よりはマシだが、ポストシーズン進出には何かが足りず、厳しい状況は変わらないね。